じゃあそれを押すの一緒にやりましょう。はい、しゃお願いしていい？はいはい、3、2、1。あ、ごめん、もう一回ラインを上げとこうね。うん、これは一応オンにしとこうね。うん、じゃあ、3、2、1。FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と解離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだ酔いがなかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安でその気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聴いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えしていきたいと思います。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、アドレス言います。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、で僕たちツイッターの方もやってますので、はい、ハッシュタグ、メンヘラジオびっくりマーク、こちらの方までですね、うん、ツイート、ないしメッセージいただければ、まあ、DM でもいいですし、うん、いただければ番組の方でですね、うん、紹介したり、それをもとにね、お話をしたりとかいけたらいいのかなと思ってますので、皆さんメッセージの方どしどしよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、でこのラジオのね、メンヘラジオっていうタイトルなんですけれども、うん、メンヘラから来てるよね。そうそう、よく一般的に使われるね、うん、メンヘラ女子とか、うん、メンヘラ女とか、なんか女の人の重い女っていうイメージでね、うん、なんか地雷系とか、そうそう、地雷女みたいな、なんかやたらと鬼ラインしてくるとかさ、そうそうそう、鬼電もしてくる、そうそうそう、あなたが来てくれないと死んじゃうからみたいなさ、仕事と私どっちが大事だよみたいなまあそれは普通にありそうだけどね、そうそうまあそういった重い感じじゃなくて、僕らみたいに精神病院に通っている、通院しているとか、うん、これまでに通院していた過去がありますとか、通院歴があるとか、うん、であとは今ね、体調とかが思わしくなくて精神的に落ち込んでて、そういったメンタルヘルスクリニック、心療内科とかね、うん、そういったところに通おうかなって考えている方とか、方も、うん、なんか幅広い、意味でのメンヘラということで、そうそうそう、うん、窓口広めに、ストライクゾーン広めに、はい、取っております。はい、なのでまあ当事者というか本人じゃなくてもね、うん、ご家族でなんか誰かが、家族の誰かがそういった精神的な、うん、病気を抱えてるって言ってても、なんか質問とか悩みとかあればお答えしていきたいと思いますので、どうぞ30分短い時間ですがお付き合いよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク、はい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 、ワオーン、あ、夜っぽくワオーンって、はい、ではこのコーナーはタイトルそのまま、うん、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、うん、時にはテーマから脱線しつつも、うんうん、いろんなことをお話ししていくっていうコーナーでございます。はい、はい、先ほど話したようにリスナーさんからのメッセージをもとに会話したりもしていこうかと思ってますので、うん、はい、メッセージもどしどしよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、待ってますよ。はい、
では本日のテーマは何々って言いたいところなんですけれども、今日はね僕たちが社会放送なので、僕たち2人がどういった病気を持っていて、どういったなんていうのかな、人柄というか特性なのかっていうのをちょっと簡単に、まあ、簡単に言ったら、お前ら何者じゃいっていう。そうね、皆さん思ってるでしょうか。なお名乗れいって、うん、名は最初に名乗ったんだけどね。はい。ちょっと簡単に自己紹介みたいなのを改めてさせていただけたらなと思います。で、うん、僕の方がですね、はい、中村健太、隣に、まあ、いるんですけど、中村夏美さんの旦那やってます。あ、はい、はい、旦那やられてます。そう、やらされてます。はい、で、そもそもの出会いがですね、4年ぐらい前ですね、うん、3年半以上前、4年前ぐらいに、うん、僕が、ちょっとなんていうのかな、自殺未遂をして、うん、それをきっかけにちょっと入院、うん、までに至ったんですけど、はい、精神病院の方にですね、うん、その入院先病院に最初に先輩として入院してたのが夏美さんで、夏美パイセンです。そうそう、夏美さんがそこでね、僕に話しかけてくれて、そこでちょっと仲良くなって、入院中にちょっとお付き合いが始まってですね、うん、それから3年半のお付き合いを経て、うん、今年の5月に結婚っていう形なんですけれども、皆様に助けられての結婚でした。はい、すごく心配かけながらね、そういろいろ助けもいただきながら、本当にお前ら大丈夫なんかと、無事に結婚しまして、収録日今日が、9月の20日となってるんですけども、はい、結婚して4ヶ月、ちょうど4ヶ月ちょうど4ヶ月記念で、はい、ということで、はい、まあ僕の病気がですね、うん、ギャンブル依存症とうつ病ということで、その3年半前の、うん、入院の時に診断されたんですけれども、もともとですね、20代前半の頃に、内地に行った時にね、機関従業員、施設労働という形で、うん、工場、自動車工場の方での仕事に就いた時に、うん、一緒に行ったね、後輩から、うん、パチンコパチスロに誘われて、うん、それがきっかけでちょっとハマっていく、うん、っていうことになったんですけれども、後輩だったけどパチンコの先輩だったわけだな。え、ああ、その子がね、うん、ああ、ちょっと今こんがらかったけど。はいはいはい。いきなりこういうのやってくれる。びっくりするか。で、それからはもう、まあギャンブル依存症って聞いたら、なんていうのかな、みんなイメージしやすい病気ではあると思うんだけど、うん、パチンコなり、まあ、競馬なり、うん、掛け事と呼ばれるものにちょっと没頭するあまり、借金をしたり、うん、自分のね生活を保てなくなってしまう、借金とかいろんなことをすることによって、うん、そういった人たちがギャンブル依存症ってきっと呼ばれるんだと思うけど、僕も例に漏れず、うん、借金を繰り返したり、うん、まあ留置場に入れられた経験も正直あるし、うん、留置場か、そうそうそう、ちょっとね、自分ではどうしようもなくなったっていう状態が続いて、うん、まあ入院までに至ったっていう感じなんだけど、うん、うん、まあいろいろしでかしてきましたよ本当に、はい、ちょっとね、はい、聞いてたらえぐってなった。あ、えぐいよね。まあでもめっちゃね反省はしてて、なんかこうやってラジオの前で喋ってると、うん、お前反省してないだろ、家族に迷惑かけたんじゃないのか、家族に悪いと思ってないのかみたいなね、うん、声が聞こえてくるような気がするんですけど、くるような気がするけど、本にめっちゃ反省してます。なんていうのかね、まあ一度死のうと思うまで、まあ自業自得ですけど追い詰められて、うん、まあ改めてね、夏美さんと出会って、うんうん、前を向いて生きていこうって時に、うん、いつまでもなんか反省してますっていう顔でいたらね、うん、ちょっと、うん、ちょっと暗くなっちゃう、ね、暗くなっちゃうからね、もう、うん、やってきたことはやってきたこととして、うん、受け入れるというか、うん、反省してもう二度と繰り返さないようにっていうところで、うん、まあオープンにこうやって
ラジオを通して話したりしていくことで、うん、もうやらないぞっていう、うんうん、ところで頑張っていこうと思っているところです、はい、夏美さんなんですけれども、冒頭で解離性障害の中村夏美ですっていう紹介があったんですけど、はい、解離性障害ってどういう病気なのか、なんか結構一般の人たちはイメージ湧かないと思うので、うん、夏美さんのことも含めてちょっと解説をお願いします、うん、夏美が今思ったのは、はい、あのちょっとだけ話戻るけど、ギャンブル依存症とかのことは、なんていうの、想像しやすいけど、また理解 しているというのとはまたちょっと違うからねっていうね、あそうことはね、まあ、あるからさ、うんうん、想像しやすい、想像できた、これがギャンブル依存症なんだではないから、うんうん、理解するイコールはしないから、うんうん、まあ、気になる人とかそういう人はネットでググるなり、お医者さん行くなり、鈴木青やぶでみたいな感じで調べてくれてもいいよっていう感じです。ありがとうございます。はい、フォローしていただいて。フォロー入れました。はい、ちょっと今。はい、では夏美さん。はい、夏美さんの解離性障害っていうのですけど、はい、これも私ちょっと自分の病気のことを怖くてあんまり調べられなかったんですよね。うん、初め先生に言われた時から。うん、でも頭の中に人がいる。人の声がするとか人がいるっていうのはなんとなくずっと感じていたことなんですよ、うん、感じていたことで、それを先生にたち他の看護師さんたちに言っても、調子悪いの、頓服飲むだったりとか、うんうんうん、そういう感じになっちゃうからあまり言ってこなかったのもあるんですけど、解離性障害っていうのは強いストレスがかかったりとか、ストレスをものすごく溜め込んでしまったりして、うん、自分のキャパオーバーのことにキャパがオーバーしてしまうと、うんうん、心と体が切り離されて、自分の記憶が ないのに体は動いていて、気づいたら3時間経ってたとか、うん、2時間経ってたとか、でもその間のことは覚えてないみたいな、うん、そういうのを解離っていうらしいんですね、うんうん、でそれで私もとっても疲れてる時とか強いストレスを感じたりする時に、やっぱり記憶がなくなったり曖昧になったりぼんやり覚えてたりもするけど、なんかうっすら夢の中にいるみたいな感覚に陥る時がよくあります。で、頭の中には別人格が、まあ、私の場合は6人ぐらいいてですね、うん、よく出てくるのが6歳の男の子ボクちゃんっていう子と、17歳の女の子サイリっていう、この2人がよく出てきてですね、私と交代しながらというか、はいはい、私の体を使ってこの中村夏美を回してくれてます。そうね、うん、うん、で、あとの4人はちょっと意識の中でちょっと深いところに潜っててなかなか出てこない状態です、うんうん、今現在ですね、現状で言うとね、うん、現状で言うと潜ってるっていう感覚です、はい、うん、で、お互いにコンタクトが頭の中でね、コンタクトが取れない時はね、とってもちょっと苦労しました、うん、例えばね、朝起きたらテーブルの上に食べたことがない、食べていないはずの食べた記憶がない、ね、記憶がない食べ物が散乱していたりとか、うん、自分では買った覚えのない洋服が買ってあったり、はいはい、ハンガーにかけてあったりとか、うん、しかも高いみたいな値段がね、そう、値段が高いぞみたいな、財布の中身が減ってるぞみたいな、そういうこととかもありました。だからとても困ってたんですけど、うん、まあ、そういう病気だということが分かって、うん、それプラス周りの人の助けもあって、自分が記憶のない時に何をしてたよっていうのを教えてくれるようになって、うん、教えてくれるようになったら、その自分が記憶ないその時間が少しだけ埋まって、うん、ちょっと私も安心してきたんですよ、はい、ただの怖い声じゃなくなった、ただの怖い人たちじゃなくなったみたいな、うん、で安心してきて、それで今ではね、頭の中の人と LINE グループでつながってます。現代っ子でしょ。いや、まあ現代の子たちはもっと別のツール使ってるのかもしれないけど、あら、昭和がバレる昭和かしら、うん、LINE グループでつながっていて、うんうん、それでサイリちゃんが頭の中をまとめてくれているので、うん、そのサイリと日常の今日どこ行ったよとか今日何したよ、うん、
明日は何するよ、ラジオの収録があるよとか、うんうんうん、そういうのを情報交換して、その記憶を埋めたりとか、うん、そういうのをやっていますね、向き合っています、うんうんうん、そういう形 で、はい、うん、で統合治療っていうのは今のところしてなくて、うん、先生とも話をしたんですけど、うん、これからも頭の人たちと協力しながらやっていこうかなみたいな感じですね。うん、はい、なんか質問ある人。はい。はい。一番困ったことはどんなことが？やっぱり夜寝た、私は寝たのに、うん、気づいたらサトウキビ畑の中にいたこと。ビビるね。びっくりした。すごいびっくりした、あれは。でまた夏美さんがね、自身がね、本人自身が方向音痴なのに、うんうん、さらに輪をかけて別の人格の子たち、まあめったに出てこれないから、うん、来ないからっていうのもあるはずだけど、方向音痴だからね、道を知らないというか、うん、だから夏美さんには GPS がついてます。アプリね。そうそうそう、アプリつけて、もう万が一の時はね、居場所がすぐバレるように。そうそうそう、俺のスマホから、今この辺にいるなっていうところで迎えに行ったりするんですけど、うん、お父さんのスマホでも見れるし、お母さんのスマホでも見れる。そうね、家族で見れるようにはなってるね、うん、そうそうそう、そうそう、みんなが私を見守っている。いくつだっけ？38歳。まあ、でまあおいおいね、こういった夏美さんの解離性障害とか、うん、で僕のギャンブル依存症のこととかもいろいろテーマに沿ってね、うん、絡めた話もしていければなと思いますので、皆さんも、メッセージと改めてとなりますが、はい、どんどん、お送りいただければ、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でここからはですね、そんなちょっとメンタルに問題を持っているというか、メンタルに、まあ何があるんでしょうね。何かがある、言葉が出てこない、思い出す、今思い浮かんでたのに、ハンデじゃなくて、ハンデじゃなくて、うん、まあいいや、とりあえず精神的な疾患を抱えている僕らが、うん、普段聴いてる音楽、なんか落ち込んだりした時とかにね、うん、この曲で励まされてるよとか、この曲すごくいいよみたいなのを紹介できればなと、うん、紹介していきたいね、はい、そういったコーナーを、ここからやっていきたいと思います。で、1週間おきにですね、僕が、好きな曲を紹介した夏美さん、夏美さんの次は僕っていうことで、うん、感じで紹介していけたらなっていうところなんですけれども、はい、今日紹介するのは夏美さんというところで、はい、夏美さんというところで、夏美が紹介する曲は、はい、エメさんの残響参加です。お、これはなんで？とにかくミュージックビデオがかっこよくて好き。お、いいですね。ラジオではミュージックビデオが映って流せないんですけれども、うん、そうそうそう、まあその辺は皆さん個人個人で YouTube 等で見ていただければと思います、うん、では夏が代わりにこうやってやってもいい。でじゃあそれが見れないんだってラジオだと。あ、そっかそっかそっか。あ、では早速エメさんで残響参加聞いていただきましょう。ダダダダダ、踊るのね。踊るのね、はい、いいじゃないですか。いいですね、うん、ラジオ楽しいね。こっちでは聞こえてんだけどね。そうそうそう、動画ではちょっとね、動画一応ね、この動画は撮り終わった後、FM ギノワンさんに託して、うん、YouTube 等でね、アーカイブとして残せるようにしたいと思ってるんで、うんうん、こんな顔してます。まんまるでしょう。こっちもまんまるなんですよ。まんまるお月様、うん、まんまるは平和なんだぞ。じゃあマイク上げるんでちょっと静かにして、はい、はい、
い、エメさんで残響参加でした。はい、いいですね、うん、先ほど夏美さん PV がすごくいいって言ってたけど、うん、どこがお気に入りなんですか？あのね、なんかね、あの日本のって感じがする曲が、あ、まあね、あの、うん、吉それこそあの この歌がテレビアニメ鬼滅の刃遊郭編のオープニングで、うん、なんか遊郭吉原をイメージして作ったっていう話だからね、うんうん、あの花火がね、うん、トントン打ち上がったりとかね、あ、 PV でそう、ミュージックビデオで、ね、はいはい、花火を背に花火をこう花火の明かりを浴びながら、うん、エメ姉さんが背中が映るんだよな、背中で歌ってるみたいな、腰に手を当ててかっこいいよね、うん、そう、選ばなければ選べばいいんだよって言ってそういう言い方じゃない、エメ姉さんって感じ、エメ姉さんって感じ、かっこいいのよ、かっこいいよね、うん、作詞、この曲の作詞ね、あの、うん、エメさん本人がやってるみたいで、うんうん、作詞の時はね、なんかエメリズムっていう名前で作詞の方をやってるみたいですけど、うん、エメさんこの歌の他にもね、すごいいい曲いっぱいあるんで、うん、なっちゃんのお気に入りの曲もね、うん、はい、おいおい紹介していきたいと、おいおい紹介していけたらなっていうところで、思います、うん、で来週は僕が紹介させていただきますので、うん、はい、皆さんも音楽を聴いてね、うんうん、音楽好きな人多いだろうからね、うんうん、あ、こんな曲があるんだとかっていうのはちょっとでもなんかそういった、うん、なんていうのかな、ちょっと普段聴かないような曲とかも出していけたらなと思うんで、聴けるかもね、そう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 、いつかね、なんかリクエスト曲とかもあったりとかやってもいいかもね、うん、うん、したら面白いかも、はい、ということで楽曲紹介のコーナーでした。はい、エンディングになります。はい、エンディングです。はい、初めてなのでちょっとジングルの入れるタイミングを間違えましたけれども、あ、でも全然大丈夫だよ、ジングルの入れるタイミング忘れたっていうか音楽が流れるところを落としたままやってたから、ね、うん、あ、音をね、まあそこはもう多めに見ていただこうかと、はい、深夜のね、深夜の誰が聞いてるかわからないラジオみたいな感じでもあるんでそうだね、ていうか思ったんだけど、うん、夏美このテンションで深夜大丈夫かね、ちょっともうちょっと落とした方がいいのかな、どうなんだろうね、まあいいんじゃないの、大丈夫だよね、うん、まあね、私も浮き沈みありますから、そうね、めちゃくちゃテンション沈んだ状態で収録することももしかしたらあるかもしれないし、沈んでた収録の時は、あ、こいつ調子悪いなって思っていただければ、場合によってはね、ここに人形だけしかない時あるかもしれないからどっちかにねその時はね、察して、あ、メンタルヘルスクリニックにお泊まりに行ってるんだな、お泊まりに行ってるんだなって察していただければ、察してください、うん、3ヶ月間のお泊まりだなって、そのうちね、メンヘラフレンドも呼んでいきたいと思ってるしね、あ、うん、そのうちね、うん、ゲストでね、ゲストさん、うん、3人でちょっとトークしてみたり、うん、うん、そうだね、はい、いろいろ展開も考えてますので、なんか皆さんもあれですよ、こういうのやってほしいとかいうアイディアもあったら送ってくれて構わないです、まあ本当にメッセージはもう何でも受け付けてます、そう、それをやるかどうか、誹謗中傷はどうします、夏美さん、誹謗中傷は FM 技能案に俺たちの誹謗中傷は FM 技能案に全部託します、あ、託す、あ、そうだよね、あんまりね、言葉の強いメッセージが届いたらね、そうそうそう、すぐガラスのハートだからね、うん、ガラスどころじゃないな、そうそうそう、豆腐メンタルって言われるやつだもん、あ、私油脂豆腐メンタル、もうボロボロやん油脂豆腐メンタルだからね、もうボロボロになったやん、そうそう、始めたら袋から開ける時パーンってなるやつねどうやってやるのこれみたいなね、足で掴めないやつね、そうそう、扱い方がわからないはい、でちなみにエンディングで流れてる曲は、レオナさん、レオナさんのないないっていう曲なんですけれども、うん、こちらね、テレビアニメシャドウハウス
一期のね、今二期が放送してるんですけど、一期のエンディング曲となっておりまして、うん、夏美さんも最近はもうこちらばっかりヘビーローテーションでこればっかり聴いてる、本当にハビットの時代は終わった世界の終わりは終わりいや、ハビットをずっとヘビロテで聴いてたんだけど、そうね、ね、ちょっと頭おかしくなりそうだったね、頭おかしくなりそうだったね、ハビットに関しては。今はこれをヘビロテで聴いてます。そうね、聴いてるよ。で、オープニング曲、うん、オープニング曲は、従属フリッターっていう、うんうんうん、ニコニコの歌ってみた動画とかでよくあるなんとか P みたいな人が作ってるはずだけど、ちょっと調べてくるの忘れちゃったね。そうそう、そこは初音ミクって歌ってるらしい、うんうん、で、歌ってる人自体はその従属フリッターをカバーしてるダズビーさんっていう方がいてね、その人の声がめっちゃ好きなんだよね、うん、好きで好きで、うん、皆さんもおすすめなのでダズビーとレオナ、ぜひちょっと聞いてみてください。はい、それでは今週のメンヘラジオはここいらでお開き。今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。いいんじゃないかな。うん？じゃあ2分54秒。どうだったかな。いい感じかな。いただない。いいね、いいね。今のはなんかおかしなとこもなかったと思うよ。いい。ちょっとジングルミスったぐらいでさ。うん。いいんじゃないですか。良いと思います。はい。いい。じゃあ終了。